でどうも皆さんこんにちは、ケイジチャンネルです。今世界で最も熱望されているゲームの新作って果たして何なんでしょうかって言われたら、間違いなく戦乱神楽の新しいやつでしょうが、なんならピーチピーチスプラッシュ2なんじゃないかって思ってる。もうね、水鉄砲でピピピピピってやったら、ピピ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 ピってやって水着の方パン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 ってやるんですけど、ピカピカ謎光るカピカピカバカ。グランドセフトオートの新しいやつでしょ。グランドセフトオート6は今年の2月にね、制作してるよっていうのが発表されて以来なんですけれども、なんとね、グランドセフトオート6のリーク映像が出回ってるっていうのがもう世界中で今話題になっております。この動画が出る頃にはその話題もひとしきり落ち着いてると思うけれどもね、海外にはですね、グランドセフトオートのフォーラムがあるんですね。非公式のフォーラムなんですけれども、そこのフォーラムにある一人のユーザーが90本の映像を投稿しました。それがグランドセフトオート6の映像だと投稿した人は言い張ります。世界中で熱望されているゲームなわけですから、その映像は瞬く間に世界中に拡散されてしまいました。ちなみに私もその映像を見てみたんですけれども、本物と言われれば本物っぽいな。いや、よくできてるんですよ。ここで今回その映像を、まあ、リーク映像なので取り扱ったりはしません。まあ、今ね、YouTube 上で GTA 6リークとかで調べたら、おそらくいくらでも映像出てくるんじゃないかなと思いますけど、その映像自体はまだまだ開発途中だなって思えるようなシーンもあったりするんですけども、なんかすこぶる本物っぽいな、怪しいぞ怪しいぞってね、いつもだったらね、なんか別にリークの映像とか僕は半信半疑でしか見やしないんだけども、どうせ偽物でしょなんてね、いう話でね、見るんだけれども、よくよく思い返したら、なんかエルデンリングのリーク映像ですって言って出てた映像、あれ本物だったね、今思えばね。ね、でリークって何なんだよ、リークって何なんだよ、一体どこからそんなものを手に入れてるのかっていうところなんですが、どうもグランドオートセフト6本物くせえなって感じてる方がすごく多いようでして、まあすっごく話題になってるんですよね。日本ではあんまり話題になっておりませんけれども、その映像を投稿した人はグランドセフトオートの開発会社ロックスターゲームズにこう投げかけております。まあ、映像はグランドセフトオート6のものである、さらにグランドセフトオート6や5のソースコードやアセット、グランドセフトオート6のテストビルドなどをさらに流出させることも可能だという、ある種脅しとも取れるような、そんなコメントを残しているようです。ちなみにそのフォーラム、そのスレッドは現在は削除されているとのことです。で、結局のところその映像が本物なのどうなのっていう話なんですけど、本物です。ごめん、ちょっとこれ見えないから、もうちょっとこっち側にこうやってね、こうやってこうね、こうどうも本物らしいですよね。海外のね、経済誌でありますブルームバーグの記者の一人がロックスターゲームズの関係者に確認したらしいです。その方はね、ツイッターでね、フォロワーがね30万人を超えてるぐらいの人なんですけれども、こうつぶやいておりました。まあ、ここに書いてある通りです。翻訳機で翻訳したので、なんか若干ちぐはぐですけれども、ロックスターの情報筋に確認しましたと。まあ、情報筋に確認したっていうところがちょっとミソなんだけどね。まあ、公式があれ本物だよとは一言も言ってないんだ。この動画の撮影が終わった後にロックスターゲームズが声明を出しておりますね。あのリークは本物ですね。第三者がロックスターゲームズのシステムに不正アクセスしてデータを持ってったみたいです。ロックスターゲームズ曰く開発初期映像となっておりますね。それ以外の詳しいことは書かれていないんですけれども、グランドセフトオートの制作は予定通りに進むと。この出来事でプロジェクトの進行に支障をきたすことはないとロックスターゲームズが声明を出しております。今回の動画の中ではこの声明に含まれる内容のことを懸念点や疑問点としてお話ししていたりもするんですけれども、その点だけご了承ください。まあ、そういったシーンには都度テロップで追記させていただきますのでご了承ください。ただまあ本当なんだろうね、こうなってくるとね。それでいて、映像自体は開発初期のものであると。開発初期っていうところも結構ミソで、じゃあその映像っていつのものなのか、2年前の開発段階なのか、もしくは直近の開発段階のものなのかっていうのは分からないので、リーク映像が出回りました、それは開発初期のものですとは言ったところで、じゃあグラセフ6自体がまだ開発初期にいるかどうかっていうのはまた分からないところ。ロックスターゲームズの、その情報筋の人曰く、ロックスターゲームズにとってはこれはもう悪夢のような出来事であるというようなことです。で、なんでこれ、いや、まあ、リーク映像が出ました、それがなんで悪夢なんですかっていう話なんですけれども、
リーク映像が出回っちゃうと、まあ、そっちの処理の方に対応が手が回っちゃうわけですよね。よって開発における仕事がちょっと中断させられてしまう場合もある。さらにはこうやって映像が出回ってしまうっていうことは機密情報保持のなんやらかんやらなんやらかんちゃらがいろいろなんやかんやするので、現在自宅で在宅ワークしているようなそういった考え方ももう一度見直さなきゃいけないよね、機密保持のためにとかってなってくると。映像がリークしました、開発初期の映像見られちゃったねってでは終わらないんですね。ゲームの発売時期にも関わってくるような重要な出来事であったのだと、そういうふうに思うべきであるとね。今在宅ワークが当たり前になりつつ、まあ、当たり前とまではちょっと言わないですけどね、すごく増えてきている中で、まあ、ゲーム業界の在宅ワークってすごい難しいって多くの方が言ってる中で、それでもこう進めていっている最中、こういうことがあるとね、やっぱりちょっとまあ在宅ワークとかもちょっと進まなくなっていきますし、本当に良くないことになってますよね。で、ですね、YouTube などに転載されている、グランドセフトオート6の映像は、Take Two Interactive から著作権侵害で、どんどん今削除されてはいってるんですけれども、削除するスピードよりも拡散されていくスピードの方が、はるかにやっぱり、広くて、早くて、何喋ってるの俺。拡散の方が、はるかに早いものですから、いくらでも映像はあります。私はそのリーク映像を見て感じたのは、あ、なんか開発中のゲーム映像が見れるのってなんか貴重な体験だなとかでちょっと余計な関係ないこと思っちゃったんですけれどもね。まあそんなわけでグランドセフトオート6、皆さんが楽しみにしているゲームだと思いますけれどもね、まあこのような形になっているという話題が一つね、大きな話題なんですけれども、私は実はグランドセフトオート5を遊んだことがありません。いやマジ、グラセフ5自体はもうリリースからもう9年、だから私が YouTube 始める1年前に発売されたものか。遊ぶ機会はそうやってって言われればあったといえばあったのかもしれないですね。現時点で、世界で1億6900万本を売り上げているグランドセフトオート5です。で、新作のグラセフ6に関しては前作を超えるような規模の、ものを作ろうとしているというね、まあそういう意欲作なわけですから、はっきり言って前作遊んでなかったとしても6にはね結構やっぱり興味湧いちゃってるわけなんですよ、今の私は。というわけでグラセフ5プレイヤーの方、ぜひ教えてください。例えば6出る前に5をちょっと予習しておこうかなってなった時に、何をどうやって遊べばいいですか。グラセフのキャンペーンモードを遊べばいいですか、ストーリーモード、それともオンライン遊んじゃった方がいいですか。ストーリーを遊ばずにオンラインとかいけちゃうもんなの。 PS5 で遊んだ方がいい、パソコンで遊んだ方がいい、どっちがいいですか。ちょっとなんかいろいろちょっとあの有識者の方教えてください。まあ、今すぐ遊ぶとかではないかもしれませんけれども、発売が見えてきた頃になんかちょっと予習しておくっていうのはありかなと思ってまして、なんかスプラトゥーン3の時もそうだったんですよ。3発売直前に2をちょっと遊んだことによって今3かなり楽しく遊べてるっていう経緯もあったりするので、興味のある新作、まあ前作をがっつり遊ぶでもいいんですけれども、そこまで時間が取りきれない場合はちょっと触ってみようかなっていうのをね、少し挟むだけでこうキュッキュッて挟んじゃったりなんかしてね、挟んじゃってせや、そういうの挟むだけでですね、まあ、結構その新しいゲームへのね、あの期待値や熱量とかっていうのがね、かきたてられてね、面白い、楽しい、いい思いができるなっていうのを感じておりますので、おそらく6発売前に5一回遊ぼうかなと思ってます。どんな風に遊んだらいいかぜひね、教えていただけるととても嬉しいです。ちょっとこんな言い方するの失礼にやってるかどうかはわかりませんけれども、リークプロモーションって俺あるんじゃないかなって正直思ってまして、なんかそのリークを装ったプロモーション、いやそれ良くないことか、それなんかステマみたいなもんだからちょっとまずいのかな、法律的にはちょっとまずいよね、まずいんだろうけれども、なんかリークがなんかいい宣伝になっちゃってる場合もありますよね。いやだからみんなリークしようぜとかそういうことじゃない、全然ないんですけれども、なんかそのリークしちゃったからもう思い切って公式も出しましたっていう後追いでバンってこうプロモーション、そういう一連の形のプロモーションだったんじゃないかって言われたら、なんかそんなような気がしなくもないなっていう出来事も結構あったりしたりしたので、まあなんとも言えませんけれどもね。まあでも今回のそのリークの映像を見て結果的に気になるのって、まあ答えは一つなんですよ、そのいつ発売ですかねっていうところが、まあ、すごい気になるところですよね。ロックスターゲームズなんかは、レッドデッドリデンプション2を出してからもう数年経ってるわけです。ただし、レッドデッドリデンプション2ももうずーっと売れ続けてるの、継続して。もうね、あそこのゲームはもう長期にわたって売れ続けるから、別に慌てて出す必要ないよね、みたいな形になっちゃってるっていうところもあるし、まあ、そのおかげで、一つの新作をじっくり時間をかけて、丁寧に作ることができるので、完成度の高い一本が出てくると。スクエニと真逆。スクエニさんはもう数打って、リスクを減らしていく。
ロックスターゲームズは自信のある一本をこねにこねにこねまくって、まだこねて、さあ出します、いやまだこねて、こねてこねて、ものすごくなった段階でスポーン出してくるから、もう世界中がびっくりですよね。っていう風にグラセフ6は果たしてなるんでしょうか。いやでもね、リーク映像を見るだけなんかすごそうだなこのゲームって思うもん、思っちゃうもん。遊んでみるか5ね、パソコンで遊んでみようか。言っても9年前のゲームだから、できれば次世代機かパソコンで、グラフィック性能をかなり上げて遊んだ方がちょっと雰囲気出るかなと思いますので、まあ、ライブ配信かなんかでやろうかな。ライブ配信でやろうと思ったら多分ゲーム実況のチャンネルとかでやると思います。出発、まあ、そんな感じで今日はですね、グランドセフトオート6の映像が流出されておりましたっていうような話題にちょっと触れてみました。楽しみにしてる方は映像を見るのグッと我慢して公式の発表まで待ちましょう。ではご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。